まあ、今からちょっと変わった話をします。まあ、不思議なことが好きな人っていうのは信じられるかもしれないですけども、まあ多くの人は信じられない話だと思うんですけども、まあそういったね、ちょっと不思議な話をしていきたいと思います。で、まあ、どういう話かっていうと、トイレの話なんですね。トイレの話どういうことですかって思うと思うんですけど、まあ、今ですね、うちの家のトイレが壊れてまして、こうセンサーっていうのがね、こう壊れてしまって、こうずっと流れてるような状態になってしまってるんですよね。で、それがちょっと困ってるんですけども、うん、このトイレっていうのがですね、実はあなたのインスピレーション、うん、とか、あなたの、うん、そのあなた自身の運気を上げるのにすごく関係あるんだよっていう話なんですよね。そう、まあ、運気とか言うと、なんかオカルトですかとか、お守りですかとか、おまじないですかとかね、うん、迷信だよとかね、いろんな言葉があると思うんですけども、まあそうかもしれないですけどもね、うんうんうん、この運気を上げるトイレの扱い方について今からお話ししていきたいと思います。そうで、まずこの運気を上げるというか、そのまあ運気を上げることにおいてすごく大事なことは何かっていうと、肉体面、そして感情面、精神面を土台から満たすっていうことがすごい大事なんですね。そうで、僕たちは基本的に、まあこれ不思議な話なんで、本当に信じる人はもうわずかだと思うし、もう信じたくない人は信じなくて全然いいんですよ。まあそうなんですけど、うん、まあ、僕自身が信じてることで、僕たちは基本的にインスピレーションとか、そういうふうなこう、うん、シンクロニティとか、そういうこう、まあなんだろう、すごくこういろんな出来事の中で生きていて、その偶然っていうのがすごい大事だと僕は思っているんですよね。で、そのインスピレーションっていうのをこううまく活用するためにすごく重要なのが安心感だと思っているんですよ。安心感。そう、なんかね、不安とか恐怖とか苛立ちとか、うん、そういうふうなものを持っているとなかなかインスピレーションがパッと来てるのに気づかないってことが多いと思うんですよね。やっぱり IQ が下がるというか、まあ、恐怖は IQ が下がるとか、お金のこと心配すると IQ 下がるよっていう話をしたと思うんですけども、だからこの安心感を感じるっていうのが、このインスピレーションをね、感じたり、自分のその人生の流れにうまく乗るためにすごい大事だと僕は思ってるんですよね。で、この安心感っていうのを感じるのにすごく重要な要素があって、それが何かっていうと、その生理的欲求だと思うんですね、うん、生理的欲求。だから例えばやっぱりエアコンとかベッドとか、そういったものも大事なんですけども、この生理的な欲求っていうところでは、あとお風呂とかですね、大事なんですけど、やっぱりこのトイレ、排泄っていう部分はすごく生理的な欲求の中で大きな、ファクターになると思うんですよね。だからこのトイレっていうのをしっかりと綺麗に清潔に、そして、うん、いいものにしておくことで運気が上がると僕は信じているんですね、うん、そう。だからこのトイレっていう部分をしっかりといいものにしておくと仕事の効率が上がると信じてるんです。で、まあ、仕事の効率が上がるっていうと、なんかすごく僕がね、バリバリ仕事してるのかなって、まあ、思わないか、思わないね思うかもしれないんですけども、うん、どちらかというと仕事のためっていうより、今言ったようにそのインスピレーションが降りてきやすくするためなんですね。やっぱり体を心地いい状態で、心を心地いい状態で、うん、思考を心地いい状態にしておくと、インスピレーションがすごく降りてきやすいっていうのは本当に最近すごく感じているんです。なんで、そのためにね、今トイレが壊れてるので、このトイレを何とかしたいって、そういうふうに思ってるっていう話なんですよね、うん。まあ、今日はね、ブログチャレンジがモノレビューっていうことで、こう何かものに関して書かないといけないっていう状態なんですけど、うん、そのものに関してあんまり僕基本的に興味がないんですね。そうだから、いろいろ考えたら今日はトイレの話になったんですけどそう、まあそれだけなんですけどね。そうで、まあトイレの話って言いながら、まあ結局インスピレーションの話になるんですけども、このインスピレーションを冴えさせるためにやっておくといいのが、やっぱりトイレをきれいにしておく。で、冷蔵庫を食べ物でいっぱいにしておく。でから、お風呂場をきれいにしておくっていうね、ことなんですね。やっぱりインスピレーションでリラックスしてる時に一番降ってくる。そう、安心感を感じてすごくぼーっとしてる時にすごく降ってくると思うんですよね。すいません、鼻かんで。この例えば仕事の
いいアイデアとか、なんかこう、まあ、僕とかライターなので、この書くものがパッて降りてくる瞬間っていうのは、どちらかっていうとこう頑張ってる時とか仕事でうって考えてる時とかよりも、こうなんかこうふっとこう力が抜けた瞬間の方が多いかなって思うんですよね。そうなんで、そのリラックスすることがすごい大事で、このリラックスに実は清潔さっていうのがすごい大事なんですね。これ本当に僕自身はね、どちらかというと不潔なタイプなんであれなんですけども、この睡眠欲、食欲、性欲を満たすことはすごい大事なんですけども、それプラス清潔さ、この清潔さを満たすことでインスピレーション力が上がるって僕自身は今感じているんですね。そう、これなんでかっていうと、実は不潔な環境っていうのは本能的に危険を感じるんです。やっぱり不衛生だと病気とかいろいろあるんですよね。それをやっぱり本能が感じ取って、そこにすごく嫌悪感を感じて安心感、不安になれてしまうっていうことがあるんですよね。実際その嫌悪感っていうのはどういうふうなもので感じるか、例えばゴキブリとかになんで嫌悪感を感じるかっていうと、とかね、菌とか虫とかになんで嫌悪感を感じるかっていうと、そこにこう不潔なものがあるっていうのをやっぱり本能で認識してるそうなんですね。本能的にその病気の確率が上がるっていうのを認識してるから、嫌悪感っていうのを感じるそうです。まあそんなこともあって、そのやっぱり清潔にしておかないと不安になる、逆に言うと清潔にしておけば、整理整頓しておけばすごく安心感が生まれるんですよね。まあその結果、うん、もちろん心も軽くなって、そしてそのね、IQ も上がって、いろんなものを全部俯瞰して見れるようにもなるし、その結果インスピレーションを受けやすくなる、うん、そしてそのインスピレーションがパッて降りてきた時にすぐに行動できるような状態にもしておけますし、自分の好きなもの嫌いなものとかもはっきりと分かってくると思うんですよね。まあ、その結果自分がね、本当に好きなことだけやって、自分が好きな時に好きなように全部コントロールをして生活するってい う, もう自由なライフスタイルを手に入れることもできるでしょうし、うん、もちろんね、そういう風に生きてる人ってやっぱり魅力的に見えるので、影響力も上がると思うんですよね。だからいろんな人にいい影響を与えて、いろんな人が楽に生きるように導いてあげることもできるでしょうし、その結果ね、あなたは人気者になって、どん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 人気が上がっていって、みんなに必要とされる、うん、もう嫌われることがもうなくなるっていう感じの、そういう人生を手に入れることができるんですよね。まあ、その結果もちろん大きなチームを作ったり、すごく大きいお金を集めたり、まあ、自分の欲しいものをどんどん手に入れていく、そして記録を更新していく、うん、一番になる、そういうことも可能になると思うんですよね。まあ、そんな風にね、こう失敗がない、もう失敗が失敗と思わない、そう失敗も、うん、自分のいいものに取り込んでしまうっていうね、そういう風な人生を手に入れるためには、この清潔感っていうのを意識してほしい、まあ、なんでやっぱりいいトイレが欲しいなって僕自身は思っているっていうことなんですよね。いいトイレ、いい水回りが欲しいなって今思ってます。まあ、その他にもこう家って本当にそのリラックスするためにすごい土台となる部分だと思うんですけども、そこをなんか良くするのに欲しいなって思ってるのが、まあ綺麗なお風呂、シャワーフィルターとかですね、あとは綺麗なキッチンだったり、あとゴミ箱ですね、ゴミ箱はいいのが欲しいなって思ってます。で、まあさらに発展させていくと、洗濯機とか乾燥機とか食洗機とかね、とにかくもう清潔さを高めるためにいろいろ欲しいものがあるんだなって本当に今回気づきましたね。まあ、今回これもね、今回のブログチャレンジでグッズレビューがあったから、このものっていうものについてね、考える機会を持ったことを本当に感謝してます。はい、ってことで、まあね、もちろんその前に睡眠欲、食欲、性欲っていうのをしっかり満たしておく、でね、その体の排泄もしっかりしておいて、体の機能っていうのを健康に保っておくっていうことはすごく重要なんですけども、まあそれが満たされたら、エアコンとかね、ベッドとかね、浄水器とか、そういったもう本当に体の安心感を満たすものをね、集めていきたいなって今思います。まあ、そうやってね、インスピレーションを整えるっていう視点でいろんなグッズを考えてみると、いろんなものが発見できると思うんですよね。まあ、実はパワーストーンとかお守りとか、なんかお札とか、そういったものよりも、実はこういう浄水器だとか食洗機だとか、あとは家をきれいにするための道具だとか、そういったものの方が実はすごい効果的だったりします。そう、僕たちっていうのはやっぱり肉体、そして心、そして魂ですよね。肉体、感情、精神っていうね、この3つの側面から成り立っているんですね。そしてこの土台から満たすっていうのがすごい大事だと思うんです。僕自身が今ね、お金を稼ぐためにジュニアコピーライター養成講座っていうのを勉強してるんですけども、まあ、そこを主催してらっしゃる仙人さんから一番学んだ肝は、この土台からじっくり満たしていくっていうことですね。肉体面からじっくり満たしていく、そう、
本当にこのインスピレーションを働かしてライティングをしたりするのは、うん、パワフルですし、このインスピレーションに沿って生きることで本当に必要な出会いとか必要なものが集めていくことができるんですけども、まあ、そのためにはこの土台、体の方から満たしていくことがすごい大事でも、決してね、健康オタクになるっていうことじゃなくて、体に意識的になるってことですね。まあ、きちんと寝るとか、きちんと食べるとか。で、その、健康になるために心が重くなったら意味がないので、気楽にね、健康っていうのを向き合いつつ、体を満たしていきながら、ね、性欲、食欲、睡眠欲を満たして、清潔にして、そして、心を軽くしていって、インスピレーションっていうのを受け取れるようになったらなって思います。もうね、本当にグダグダで申し訳ないと思うんですけど、なんかまとまってない感じなんですけど、今日はこんなところにしたいと思います。また次回はね、他の話についてしていきたいと思うんで、楽しみにしておいてください。はい、それじゃあね、また会いましょう。バイチャ。